股関節でガチガチ固まって、その周りの神経がもうすごいですね。そこって腰の重さとかも感じます？あります。現役時代からそうだ。今喋れません。見てる写真いつもと違うじゃんって言われちゃう。これなんですか？じゃあ、今日は横浜 FC で互角役中というか、はい、奥寺さんにちょっと来ていただきましたので先日開催させていただきたいと思います。今日どこ痛いところってどこ？そうですね、肩がちょっと痛いし、はい、まあ、やっぱり腰が、うんうん、まあ、全体的だと思うんだけど、はい、あとはまあちょっと足首なんかも膝もね、右膝も全然もう下がとりあえず全身見ながら、はい、腰と肩はちょっと注意して。そうですね、はい、ではまず仰向けで。でもやっぱいい気分してるよ、うん、アスリートってみんなこうなの。今おいくつで？70です。でしょ、うん、で触ってで、この柔らかさもすごいね。まあ、はい、多分左の方がいいんじゃないかな。筋肉的にはもう痛いです。そうそう。ね、すいません、指です。分かってます。奥さん、これ出ます。いや、それはね、後で一番のあとやっぱこの辺がね、はい、上がりづらいんだよね。そうですね、ここ詰まってそう、うん、これで冷たいもん、ね、はい、すいません、うちで一番痛いわ、ね、痛いもん、確かに。あのね、はい、年寄りだからね。大丈夫、痛まってんだからなんだよ。ここね、はいはい、これやばいっすね、うん、これ ASIS ってこう出っ張りがあるんだよ、このグリッド、うん、はい、こっからこっちへ来る筋肉とこっちへ来る筋肉が出てるんだけど、それ膝の練習もあるのかな、はい、これ右の膝がね、はい、ボロボロですよ。長径靭帯から来てるから上がってきてるんで、これ来てるよ、うん、完全に。それ膝かばってるからとかもあるんですか？あるでしょうね。痛めてからやっぱり負担が来るんだよね。やっぱ現役時代からそうなんですか？今喋れません。右膝がもともと高校の時に大怪我したんだよね。30歳過ぎてからかな、うん、右膝がやっぱり水溜まってきたりとか、これすごいですよ。これやばいですよ、はい、これ膝に来てるんですよ。これを守る筋肉ですよ。これすごいですよ。ほんと指で十分これ痛いわ。そうです、だからそれ十分なんです。でもこれで面白くないのかな。面白くするでしょ。そうかそうか。これは長年のあれだね。すごいね。めっちゃいい筋肉と思ったらここでカッチカチだもん、うん、どっちも外側広筋、内側広筋、要は膝に関係する筋肉すごいですね。めっちゃ張ってますよ。これは大丈夫だもん。もう大丈夫です。これですね。そう、ここはいいんだ。こことね、ここがすごい。うん、ここはもう外側攻撃ほとんど守る君とこの付け根ね、その張りがだからすごいね。じゃあそろそろ本腰入れてちょっといいですどっちかいっすね。両方さ、そこって腰の重さとかも関係あります。ここ腰に負担が来ると長径靭帯がめちゃくちゃ影響するから。今多いっすよね。うん、でも急激にやったら良くないんじゃない、体に。大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。まだやってないです。やってないの？まだ僕ら何もしてませんから。施術に入ってませんから。十分なんだけど、本当にね。手首を折ったんですよ。はいはい。手術して、鉄板こう入ってるの。はい。で、今ね、この指がね、動かないの。それでなんであんなスコア出るんですか？俺より全然上手いから。ここはやばいね。うん、多分そう思う。はい、股関節がだからかなり無理したんでしょうね、うん、かばっちゃってこっち来てるんですね。こう右と左の筋肉が、ね、違うんでしょうね。違うんですよ。めっちゃこっち側今遠慮してるから、うん、そうめっちゃ遠慮してるから。遠慮でいいっすよ。いや、本当に痛い。これ多分ね、見てる写真いつもと違うじゃんって言われちゃうんで。何緊張してんですかって俺ら言われるよこれ。じゃあ今までに一番優しくないですか。今まででここに来た方で最高齢の方って90いくついますよ、はい、大丈夫でしょ。全然大丈夫です。いや、これだけ鍛えてる筋肉はしっかりやっとかなきゃダメです。もうさっきからずっと木使ってますからね、うん、そしてずっと木
気を使ってるんですよ。気を使ってます。あ、それ本当に使ってます。気づいとってないなと思いながら。そう、意外とね、指より痛くないんですよね。そうですよ。奥にスーッと入るでしょ、この方。ああ、本当指よりいいね。はい。ここ問題、ここはやばいです。あ、捻挫も反っちゃったしな。ここだからすごいもう癒着になってます。これが、うわ、硬い硬い？一流のサッカー選手ってこんな硬いですか？いや、本当はもうちょっと弱いかな。こんな硬いですか？僕は硬いんですよ。足がこれ直角にならないですけど。ここ行かないの？これすごいっすよ、本当に硬いよな。めちゃくちゃ硬いっす。ええー、っていうぐらい、足首が硬いですね。これすげえ。これ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 ね、だからやっぱり筋肉自体の質が悪くはないですよね、でところどころやっぱり固まってるんですよね。ここも切ってるんですか？股関節が持ってるのはこれ他の筋肉のおかげだね。これです。これやばいっす。入れちゃいまーす。入れちゃいまーす。入れちゃいまーす。入れていいよ。すんごいよ。股関節がガチガチ固まって、その周りの神経がもうすごいですね。これが。よし。よし。もう全然。いや、ここの、なんだこんな、これは。いじめるぞ。もうやめた。おとなしいのやめ。いいからいいから、そんなに言うじゃん。本当だから、外側抗筋何人も使ってるんだな。ちょっとね、肩気にします。そう、大変です。その柔らかい。首は大丈夫。僕じゃなくて腕使ってるんですね。こっち怪我したせいもあんのかな。ああ、ここ普通みんな痛がるね、うん、結構入ります。ここ入らない。ああ、ここだね。ここに来てるね。胸筋から来てるんだな。すんげえな。これなんですか？これなんですかっていうのがありますね。これゴリゴリっと、もうコリですよ。コリコリ、はい、今まで あのご自分の使い方で。見る、ここですよ、これ。こいつなんですよ。ここなんです。だからこれができてないんですよ。広げてないんですよ。そうそう、いかないですよ。はい。それはそこが凝ってるから。凝って突っ張ってますね。気持ちいいでしょ？痛いです、痛いです。多分そっちもだよ。だから僕より痛いですから。そう、分かってる。さっきもそうだったね。そうでしょ？僕も全然優しかったでしょ？痛い痛い痛い。こういうなんですけど、本当だ。な、すごいっすね。外側がすごいね。だから腕がめっちゃ効いてんだ。これね、こっちからこう筋肉の一番下側が、はい、なんか胸筋なんですけど、これがすごいっすよ。ゴリゴリしてます。あ、痛い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 。これ来た、ね。痛い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 。これすごいね。これやばいっすよ。痛い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 。ひっついてますよ。痛い痛い痛い。逃げ場がないじゃないですか。そうですよ。逃がさないために2人でやってます。これが回らなくなったんだ。だからこうは動くない。ここだとこれが痛いだったらいいんだけど、ここ行っちゃうとね、これができない。こういう動き。ああ、だから伊藤さん、これやらなくなったんですね。手首がこういかなくなったんですね。そうそうそう。鉄板でね。うん、多分ね。うん。でもね、ストレッチでね、こうやるべきです、うん、そしたらこれがね、ここに繋がってくるんですよ。うん、ポコッとって、ここに繋がるんですよ。あ、そうだね。はい、これから来るとここに来るんですよ。だから、ちょっとこういう動きですね、うん、はい、これやると、ここがスーッと張っていって、こういきますから。みんなでやる？暇なの？おいで。そんなさ、いいからそっち行ってね。多分今日大物の方だって気遣ってないですけど。いや結構ね、優しくしすぎ、時間かかりすぎ。いや、あのね、やっぱね、マッサージ時間かかりゆっくりってはい、うつ伏せになりましょう。角あるぞ。まず肩は流していいです。ポキポキ言い出せるでしょ。はい、拷問だこれ。でもやっぱりあとはすっきりするじゃない。
ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画もぜひお楽しみにしてください。